はい、ガジマルです。昨日の動画で去年一昨年の流れだと iPhone15 の1円が出る時期なんですが今年はなさそうですねとか言っていたら1月20日今日 iPhone15 の実質1円が出ました。家電量販店のソフトバンクのポップはこんな感じです。 iPhone15 のキャンペーンは新得するサポートバリューになっているので12ヶ月間月々1円で使えるキャンペーンになっています。13ヶ月目以降は月々3359円の支払いが必要になってくるので13ヶ月目に返却するのがベストです。それで13ヶ月目に返却すると13ヶ月目の料金はどうなるかをソフトバンクのチャットサポートで聞いたんですが返却手続きのタイミングや査定完了のタイミングによっては13回目の支払いが発生しますということで特典受付開始日に早めに返却する方が無難だと思います。返却日をよく確認してください。次に契約プランはメリハリ無制限プラスかペイトクに加入が条件となっています。5歳から22歳の新規契約でスマホデビュープランプラスベーシックも選ぶことができます。それにしてもソフトバンクのプランは高いのでペイトク無制限だと税込み9625円、メリハリ無制限で7425円となっています。3回線以上の新みんな家族割やおうち割光セットの割引が入らなかったら結構苦しいと思います。ざっくりと維持費を計算してみました。日割や家族割などを全く入れていないので契約日や人によってはこの値段より安くなると思います。初月はメリハリ無制限と事務手数料で合わせて 11,275 円となります。2ヶ月目以降はミニフィットプラスでプラン変更して6ヶ月間使ったとして 19,668 円です。初月と合わせて7ヶ月維持したとして39,48円となります。割引がなかったら結構高いですね。1年で返却で3万円は厳しいです。これは家電量販店の場合です。実は今回の iPhone15 のキャンペーンはソフトバンクのオンラインでも契約できるんです。オンラインでも1年間月々1円となっています。ソフトバンクオンラインショップで契約すると事務手数料がかからないんです。それに家電量販店のように初月のプランの縛りがなくていきなりミニフィットプラスも選べます。先ほどの家電量販店の維持費は3万円を超えていましたがオンラインストアで契約すると割引ない状態でも7ヶ月間の維持費は 22,946 円となります。おうち割光セットやプランの日割りを入れると 15,000 円ほどで1年間 iPhone15 を使うことができるというわけです。なので今回の iPhone15 に関してはソフトバンクのオンラインショップがかなりお得だと思います。オンラインで契約するのが苦手という方や詳しく説明をしてほしいという方は家電量販店の方がいいかもしれません。はい、ということで iPhone15 の1円投げ売り情報でした。いかがだったでしょうか。規制がありましたが意外と早く iPhone15 の1円が出てきたのには驚きです。今後ソフトバンクに続いて au とドコモも動き出すかもしれないので2月3月は楽しみですね。 iPhone15 欲しいけどもうちょっと待てるって方は2月後半から3月中旬あたりまで待って他のキャリアの iPhone15 のキャンペーンが出揃うのを待つのもありだと思います。ご視聴いただきありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録グッドボタンお願いします。この他の動画でも iPhone や PC ガジェット系の動画を配信しています。そちらの動画もぜひチェックしてみてください。